こんにちは、器具のなるおです。今日はフェローのプリズモを紹介していきたいと思います。で、今日紹介する内容は、1つ目はこのプリズモがそもそも何なのかっていうところと、このプリズモでドリップコーヒーを作ってみるっていうのをしていきたいと思います。まず1つ目、これが何なのかなんですが、エアロプレス、皆さんご存知ですかね。エアロプレス、もう世界的に有名なコーヒー器具で、15年前ぐらいに発表されたものです。もともとフリスビーを作ってた会社の社長がこれを発明して、そこからすごいもう世界中で人気となっていて、これだけの世界大会が開催されるぐらい人気です。今日紹介するこのフェロー社が作っているプリズモというものは、このエアロプレスにこういう感じでつけて使うものになっています。で、この特徴は2つあります。1つはこれですね、ステンレスのフィルターがついているということです。通常のエアロプレスはこういうペーパーのフィルターを使います。こういうペーパーのフィルターを入れて、それを、この紙によってコーヒーをこしているんですけど、フェローはこれを使うことによって使い捨てのペーパーフィルターが不要になるというのが特徴の1つ目です。で、特徴の2つ目はこのバルブです。で、この真ん中にオレンジ色の部分があるんですけど、でこれが、流れ出るコーヒーを食い止めてくれるという作用があります。ちょっと分かりにくいんでやってみると、通常ですね、通常の場合ペーパーフィルターを使って、これもフィルターですね、をつけて変えます。で、ここにコーヒーを入れて、でお湯を入れていくと、コーヒーお湯をバーッと入れて、でこれで蓋をする。これで例えば1分とか1分半待ってから押し出すっていうものなんですけど、今から1分1分半待つって言ってるのに、すでにちょっと落ちちゃってるんですよね。これがエアロプレスのちょっとした弱点みたいなもので、自分が抽出したい味をコントロールするためには、こういうイレギュラーな落ちてしまうコーヒーっていうものを極力なくしたいんですよね。で、今まで先人はどういうふうにしてきたかというと、今この向きでやってたのをこっちを置いてこうやってたんですね。この状態でここにコーヒーを入れて、お湯を入れて、こうやって入れてあげて、で例えば1分から1分半抽出を待つと、ここでコーヒーができていくんですね。で、最後プッシュする時になると、ここからこういうのをこう置いてですね、これをこうやってたんですね。で、これで押し始めるっていうのをやってました。で、これ今僕成功したんですけど、慣れてるからで結構ミスります。これをひっくり返す時に全部ぐしゃーってなるのが、ある意味エアロプレスのあるあるのミスみたいなところです。で、このフェローのプリズモの何がいいかというと、それを防ぐことができるんですね。これをここにつけていただいたら、で、ここにコーヒーの粉を入れます。で、ここにお湯を入れます。で、通常のフィルター、ペーパーフィルターだとお湯が出てきちゃうんですけど、これだと漏れてこないですね。で、このまま時間まで1分半とか待って、最後ここを押すと、で押すまで出てこないんですよね。押したら押した分だけ出てくるんですけど、なのですごい簡単に操作できるし、ひっくり返すとかっていうのの、危険性がないっていうのがこういうの特徴になります。じゃあ実際に味はどうなのかっていうところを検証していきたいと思います。今日やったレシピはこちらになります。どんなふうにこの3つが違うかといいますと、まずこの1個目はプリズモのみを使って、通常のプリズモの使い方をしています。
で、その次がペーパーだけ。これは本当にオリジナルのエアロプレスのペーパーだけを使っています。で、この3つ目がペーパーとプリズムですね。プリズムにこのペーパーを入れて、まあ、どうなるかっていうのを検証してみました。じゃあ実際どんな味なのか確認していきましょうか。まず、まあ、僕の感想としてはプリズモのみっていうのは結構もうコクのあるコーヒーオイルが少し浮いているので、ステンレスフィルターはコーヒーオイルを通すので少しコーヒーオイルが浮いていて、こうまろやかめな酸味とかっていうよりは甘みがはっきりと強調された味になるかなと思います。でペーパーフィルターだけはもう本当にオリジナルエアロプレスの形で少し酸味を少しだけ際立たせつつまろやかな感じの、甘みは今回は少し出てなくてどっちかというとフルーティーさが勝っているなという印象になります。でこのプリズモプラスペーパーの二重のフィルターが通っているものなんですけど、これは味はどちらかというとこのペーパーのみの、コーヒーに近いんですけど、ちょっとさらにクリーンって感じですね。味がこう綺麗にこう余韻とかもすごく綺麗に残っててスパッと消えるような感じになっていて、雑味とかがあまりないなっていうふうには感じられました。はい、なので、まあ、コーヒーの好みによってこれは使い方分かれるなと思いました。甘みとかコクとかそういったものが欲しいなっていう人はプリズモだけがおすすめですし、ペーパーは逆になんかフルーティーさとか酸味とかちょっとキリッと目覚めたいなっていう時にもこういうのがいいかなと思います。でさらにクリーンなもうなんというかフレーバーのもう本当に綺麗なところだけちょっと味わいたいっていう人はプリズモとペーパーどっちも使うっていうのをやってみても面白いんじゃないかなと思いました。はい、ということで比べて今日は3つのパターンを比べてみました。動画は以上となります。器具ではですね世界のコーヒー器具をどんどん紹介していきます。器具のホームページでは世界のコーヒー器具いろいろ紹介していきますので要チェックです。ホームページぜひ見てください。では今日は以上になります。バイバイ。